東急文化会館とは、日本の南関東の東京都渋谷区渋谷にあった複合商業施設。東急文化会館が正式名称であるが、別称渋谷東急文化会館を所有者も含めて用いている。東急百貨店が所有、運営し、渋谷駅前を代表する文化施設として知られた。1956年開業、2003年閉業。 建物も解体され、代わって跡地には渋谷光絵が2012年をもって開業している。建物は日本を代表する建築家、坂倉純造が建築構造設計を行い、舞台機構の設計については森平舞台機構株式会社が行った。志向は清水建設が行っている。鉄骨鉄筋コンクリート造り、地下1階、地上8階。 当夜3階建てであった。4つの映画館、美容室、レストラン、書店などの店舗が入り、特に屋上にはプラネタリウム、天文博物館五島プラネタリウムが設置されたこともあり、東京の名所として修学旅行のコースに組み込まれるほどの人気を博した。当時の国鉄渋谷駅東口は東京都電のターミナルであったことから、交通の混乱を避けるために、 開業と同時に、歩道橋が作られ、東急東横線の改札口から段差なしで文化会館に行くことができた。しかし、1989年、東急百貨店本店に併設される形で、日本初の大型の複合文化施設として文化村が開業し、東急グループを代表する施設ではなくなった。2003年、建物の老朽化と、 東急東横線の地下化工事及び、A 蘭地下鉄13号線建設のために閉鎖し、解体され、47年の歴史に幕を閉じた。2008年6月14日、跡地の地下に東京メトロ福都新線が開業した。この施設の跡地は2012年に渋谷光へとして、再スタートを切った。東急文化会館と渋谷駅、東急文化会館その後もテナントの入れ替えを、 繰り返し、過去に第一家庭電機などが、最末期には三省堂書店や、東急ストアなども入居していた。文化理発室は、文化会館3階にあり、長島茂雄がひいきにする利用室として知られていた。当施設閉館後大田区北専属に移転。店名は変えず、長島茂雄も変わらず来店している。渋谷の東口から見える、大きな4つの映画看板で知られていた。 以下の感銘、定員は全て閉館時のものである。ありがとうございます。